の調査の結果利用できそうだと取りにくいところのメタンハイドレードの調査をしてやっぱり無理だよねっていうようなふうに今までのガス開発の技術がそのまま使えるというものではございませんのでメタンハイドレード について、これあの今まではなかなか地中深くてコスパが悪いというか取ったってなかなかいいふうに利用ができないよって言われてたのが表層型メタンハイドレードっていうものが調査の結果利用できそうだとこれならいけそうだという話が出てくるというふうに聞いているんですけれどもなかなかこれがその取りにくいところのメタンハイドレードの調査をしてやっぱり無理だよねっていうようなふうに。 もうちょっと本当に活用できるところを集中的に調査して、どれだけ活用に持っていけるかっていうところを調べることに集中してほしいというご意見もあるんですけれども、このメタンハイドレードについての今の現状と今後の見通し、あれば教えてください資源エネルギー庁、お答え申し上げます。メタンハイドレードですが 今あのエネルギー基本計画で掲げました2023年度から2027年度の間にですね民間企業が主導する商業化に向けたプロジェクトが開始されることを目指して技術開発を行うとこういった目標がございまして今あの先生ご指摘のありました表層型それから以前からやっております笹層型これ双方ですね技術開発を推進しているところであります先生からご指摘のありました表層型というのは日本海側に え、主に、え、不存しているものでありまして、え、この5、6年ですね、しっかりやりを始めたものであります。で、今、あの、どういったことになっているかといいますと、今、6通りのですね、方法で、実際に、その、砂層型のですね、あの、比較的浅いところにある、メタンハイドレードをどうやればですね、回収できるかというのをやっておりまして、今回ですね、来,来年度からですね、また、それを一歩進めて、本当の技術開発の段階に移行していこうと。 いうことでやってておりましてなかなかですね実際にこのメタンハイドレードを見ますとかなりですね浅いところにあるのは事実なんですが砂に混じったような形でありますので普通のガスですと一つ生産こう掘るとですねかなり広いところからガスが集まってくるのでコストが安くなるんですがちょっとこの。 表層型のメタンハイドレードの場合はです、ね、今までのガス開発の技術がそのまま使えるというものではございませんので、まあ、これ、今、日本のです、ね、造船会社やエネルギー会社と一緒にです、ね、研究開発をやっておりまして、あのここをしっかりやっていきたいというふうに思っております、いずれにしろあのメタンハイドレード、国産エネルギーとして大事だと思っておりますので、しっかりやっていきたいと思います。小野田君,君 資源に乏しい我が国のまた新しい希望になると思いますので引き続きサポートお願いしますこれに関しても海洋資源を他国が勝手にこう開発しようとしたり狙ったりしているのでそこも毅然とした対応をよろしくお願いします以上です